チャレンジすることを非常に後押ししてくれる会社で、海外に行ったりですとか、お客様の新事業へのご提案をさせていただくですとか、今までもいろんなチャレンジをさせていただいてきました。何よりもそのどこでもいつでも働けるっていうのが、女性の方にも優しい環境だと思います。予定表に男性の方でも家族ケアって書いてあるので、そこにはみんな予定を入れないようにしているといったようなところが、この会社ならではですし、前職にはなかったところかと思います。セールスフォースではキャリアプランを上司と相談しながら毎年立てています。将来的に自分がどうなっていたいかっていうところを持っていれば、そういったチャンスをもらえる、そういうふうになれるように上司がサポートしてくれるというのが大きなところかと思います。今の役割になって、組織をどう強くしていくとか、新しいモデルを考えるというところは、そこはあの難しいですけれども、やりがいを感じてますし、楽しいというふうに思っています。波が来たら乗れということで、少し自分に足りないような難しいポジションであっても、やってやれないことはない。女性のリーダーとしても頑張ってやっていきたいと思っていますし、ビジネスだけではなくて、娘に憧れられるようなリーダーになりたいというふうに思っています。